どうも、寝起きのラグチャンネルです。今回なんですけども、個人的に気になってる商品ありまして、ご紹介していきたいと思います。それがこちら、じゃん。ステンレススチールランチボックスという商品でございます。はい。こんな感じの商品になっているんですけども、要はクッカーですね。はい。どの辺が気になったかっていうと、ここね、蓋をですね、こう、両サイドからバチッと止められるタイプのクッカーになってるんですね。うん。私、こういうタイプのクッカー好きで、今もう実は、じゃん、こういうクッカー使ってるんですよね。うん。こんな感じで、両サイドからバチッと止められるってやつね。なんだけど、これね、プライズ商品なんですよ。だから、このクッカーめっちゃいいよって言いたいんだけど、プライズ商品だからちょっと言いにくいっていうところがあって、で、同じような商品ないかなって思って探してたら、Amazon でね、1500円くらいでこちらあったんですよ。まだどんな感じの商品かっていうのは見てないんですけどもね。ということで見ていきましょう。ほい。お、ほう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 。じゃーん。おー。いいじゃない。おう。いいね。お、これは、おう。結構、予想通りっていうか、いいな、これ。今使ってるやつよりちょっと大きい。かっこいいじゃん。で、大事なのは、ここですよ。硬いね。おう。おー。内蓋ね。うん。いいね。よかったわ。いい商品だわ。うん、ピカピカよ。なんで ?SUS304。まあ、ステンレスっていう表記ですね。なんで、それをここにでかく打つのかはちょっと意味わかんないけど。いや、でもいいですよ。ハンドルも、結構太い。今まで使ってたやつよりも、すごい、ハンドルここ太いし、まあ、がっちりしてんだよね。うん。で、この留め具のところもね。うん。全然、問題ないね。うん。内蓋、ん?なんか、ん?あれ?あれ?どういうこと?あー、そういうこと?あ、そういうことね。なるほどね。これ、硬い。これあれだ。この内蓋がないと成立しないんだ。内蓋なしで締めようとすると、ほら、こういうことよ。なるほどね。意味わかんねえ。意味わかんねえな。なんでだ。なんでそんな風にしたんだろうね。いいじゃん。ここ、スポって、入りきっちゃえばいいのにね。ここに段差があって、ここで、はまるようになってんだ。いや、まあ確かに、気持ちいいっちゃいいけど、要は、こんくらいの高さあるけど、実際水入れられるのは、まあ、ここまでみたいな、感じかな。うん。まあいいけどね。うん。この蓋が平たいのも、まあちょっとかっこいい。まあ受け皿にするんだったら確かにここはちょっと盛り上がってた方が使いやすいかもしれないけど。でもうん。かっこいいよね。普通に。でよ。で、ちょっとやりたいことがあって、今使ってるクッカーに入れてるんだけど、これね、前紹介した丸型固形燃料用ストーブ。こいつをね、入れたいんですよ。ぴったり入ってくれたらいいなって感じ。まあ、入りますわな。うん。こんな感じで、入る。うん。で、こいつを、はめられるね。よかったー。よかったよかった。いいじゃん、いいじゃん。まあ、こんな感じですよ。下の白米の方は、じゃじゃーん。
はい。うん。言うことないですね。